ダンスワークスの〇〇フレンズ言って。あ、言うのか。ダンスワークスの〇〇フレンズ。まさかのご紹介でしたが、はい、どうでしたか？いや、見ましたけど、いや、そう、あの、まさかびっくりの方が大きくてフレンズなんてみたいな感じですが、もうそれ以上にもう嬉しい気持ちがめちゃめちゃ溢れてて、ベタベタボメボメでした。嬉しい、嬉しいね。先生、ありがとうございます。というわけで、今日は松井さんのお友達を紹介してもらいます。松井さんのお友達はじゃん、あさきさんです。あさき先生、どうもどうも。何々フレンズですか？これも引き続きあのイントラ部屋フレンズフレンズフレンズです。イントラルームフレンズ、あ、シリーズ化されそうですね。木曜日のお互い6時から違うスタジオで教えてて、時間がかぶってて、でその前にこうたくさんお話しする機会があって、何を話すんですか？なんかまずとにかくあのポジティブなお話しかしないんですよ。で時にはちょっと早く着きすぎてふーってしたいなと思ったら、あのお互いこう寝そべって壁に足かけてめちゃめちゃ遠くするみたいな、そう、お部屋じゃん、もう。そうなんですよ。リラックスできるぐらい、もうこういう心を開いて、はい、させていただいております。いい関係。なんかまあダンスの話もするし、なんかいかに安く早く作れるお料理レシピの交換とか、朝日さんに教えてもらったやつを作ってみて、作りました最高みたいな作り置きできるやつすごい、たくさん教えてもらったし。朝日先生、お料理そうなんです、 なんですね。そうなんです。全然知らなかったけど、めちゃめちゃいいレシピたくさんあるんですよ。でもなんかこのインスタグラムのこのなんか リールとかでよく流れてくるような、はいはいはい、パンパンパンレンチンドンピン終わりみたいなドンピン終わりっていうような料理を、レッスンが夜ね時間帯を持って帰って作るの大変だなっていう時に、じゃあそんな朝日さんとの、じゃあ出会いも、じゃあその先生部屋での出会い、はい、何年か前に、お互いイントラで木曜日のクラスを持ったタイミングで会うようになってって感じか。そうそうそう。なるほどね。え、プライベートとかはご飯は行ったりとかしたの？何人かで1回だけご飯行って、お好み焼きかな食べましたね。ですね。割とご近所さん。あ、そうなんだ。吉井さんもそうなんですけど、ご飯行こうご飯行こうって誘ってくださってて、なんだけど割と皆さんこうスケジュールが高くて、お忙しいから会わなくていけないみたいなので、吉井さんともご飯行きたいですし、吉井さんともぜひ行きましょう。じゃあ、もう一個だけ質問で、朝日さんの魅力、好きなところを一個挙げるとしたらどんなところでしょうか？そうですね、まあ、さっきも言ったんですけど、すごくこうなんか話す内容が、まあ、ダンスのこともそうなんですけど、あのポジティブなことがすごくワードとしてたくさん話題に上がるから、なんか気持ちもポジティブになった状態で、いいこう空気感のまま自分もじゃあ行ってらっしゃいって行ってきますみたいなレッスンに迎えるのがとてもいい。なんかお互い思ってそうだね、それは。そんなポジティブな朝日さんに向けて最後、メッセージをお一人で、はいはい、お願いいたします。朝日さん今回はイントラ部屋仲間としてご紹介をさせていただきました。はい、たくさんこういろんな話をたくさんさせてもらえて、あのリラックスかつこうポジティブに元気をもらえる朝日さん大好きです。なのでまた一緒にたくさんお話ししましょうね。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ、次回朝日さんをお呼びしますので、はいはい、またそれもぜひ見てください。はい、はい、絶対チェックします。はい、じゃあ今日のゲストは松瀬直哉さんでした。ありがとうございました。バイバーイ。